スタッフナイフです。ということで今回、ピカソのコンピュラー街道店様の方にお伺いしてます。ちょっと珍しいものがあったんで準備飯がめちゃくちゃ豪華になっちゃいました。多分これお昼ご飯と一緒になります。これ珍しいのが萩の刺身、僕見たことないです。煮物ですね。はい。でこちら愛媛県産のハマチの刺身。ピカソさんといえばね、ハマチとかブリとかがすごい安くて美味しいってイメージですね。あと海鮮巻きで、美味しい無糖というところで全部合わせて大体2100円ぐらいしました。バカ高い。まあちょっと2人で食べるんである程度は、まあ許されるかなと思って食べていきたいと思います。では実食。これ海鮮太巻き、ちょっと今日全部海鮮に合わせようと思って海鮮太巻き食べます。正直あんまり太巻きとか好きじゃないんですけど買いました。うまっ。うん、めっちゃうまい。サーモン、マグロ、エビ、カニカマ、卵、キュウリ入ってる。すごいわこれ。ちょっと待ってくださいね。いくらだったっけ。こんなに具材入っていくらなの。うわ、373円。安っ。ちょっと他では見られないですねこの安さは。うまっ。すごいわ、クオリティが高い。うん、でこちら378円、ハマチですね。うん、綺麗。身もね分厚いです。正直なんか柵で買った方が安いですここは。でもちょっと今日は切れないんでこれで買ってますけど、いただきます。ポリッポリっすね。油の乗りがやっぱさすがにいいですね。うん、で肉厚だからしっかり食感があるっていう。臭みがないですよ魚は。そんなに美味しい。でメインのハギス、正直肝があるんですよ僕。肝があんまり食べたことなくて、なんかどんな味なんだろうっていうのも気になって買ってます。でちょっともうこの身から食べたことないんで食べてみます。刺身で、あーすごい淡白っすね味は。うん、旨味がガツンってくるって感じじゃないし、本当に淡白な味ですね。うん、ご飯のお供っていうよりかはなんかすごい酒に合いそうな感じがします。味的に言ってしまえば。ちょっとじゃあ肝もそのまま何もつけずに食べてみたいと思います。肝ですね。わ、肝の方が、絶対合いますね酒に。あ、日本酒が欲しくなる味します。これすげえ、卵かこれ。卵か、なんだこれは。卵じゃねえ、なんかすげえすごい、まあでも濃い味がします。肝なんだろうな。でもうん、でも美味しいです。好き嫌いははっきりすると思いますけどね、この肝に関しては。魚好きな人でも嫌いな人と好きな人がいると思いますけど、僕は結構好きです。うん、ということで今回の準備飯&休憩飯ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。